今年3月、惜しまれながらも150年の歴史に幕を下ろした津野町の精華小学校です。3月に行われた閉校式には卒業生や住民など250人を超える人々が参加し、長年親しんだ学び屋に別れを告げました。さあ現れました、我らの聖火よ、永遠に。一方で児童の数が少なく複式学級などで学んできた子どもたちは、葉山小学校への統合に期待を膨らませていました。追加でできなかったことをしたい、大人数でいっぱいやりたい、新しい仲間とも一緒に遊べるから、ちょっと楽しみでもあります。あれから半年、子どもたちは新しい学校を楽しんでいるのか、葉山小学校を訪ねました。旧精華小学校から葉山小学校に入学した子どもは、2年生から6年生までの合わせて33人。毎朝2台のスクールバスで登校しています。葉山小学校の全校児童は137人、1学年1クラスずつで複式学級はありません。集会では子どもたちが互いのいいところを褒め合うなど、つながりを大事にする教育が行われていました。旧精華小の子どもたちは、みんなでグラウンドでサッカーしたりとか、新しい仲間が増えたりとかしてよかった。精華小ってどんな感じやったかとかって聞いてくれる人がおった。精華も良かったけど、こっちも人数が多いから遊ぶのが楽しいです。統合から半年が経ち、環境にも慣れて葉山小学校の生活を楽しんでいるようです。もう本当にね、子どもたち同士が一緒に遊んだり一緒に勉強する、もう自然な感じで、本当に前から一緒に過ごしているような雰囲気です。お互いに学校のいいところがありましたので、それで刺激をもらってですね、双方が言うように子どもたち同士が成長し合っていると思います。互いの学校のいいところ、その中の一つは、閉校になった精華小学校で生まれたスポーツ文化が今も続いていることです。下校時刻の午後4時過ぎ、葉山小学校に通う児童たちが乗った帰りのスクールバスは、閉校した精華小学校へ。バスから降りた7人は正面玄関で着替え始めました。彼らは旧精華小学校で何を始めるのでしょうか。3月で閉校した精華小学校で活動しているのは、旧精華小の少年ソフトボールチーム、精華ファイターズです。2年生です。1年生から始めました。打つとこ。平日は午後4時半から6時まで、今も旧精華小のグラウンドで練習をしています。監督の中山いずるさん、69歳。精華ファイターズはおよそ30年ほど前、学校近くに住む中山さんが保護者などに頼まれて作ったソフトボールチームです。この30年の間には、発足当時のコーチが病気で亡くなるなどの困難もありましたが、多くの保護者の支えがあり、活動を続けてきました。みんなこれらも保護者やけね、この時のけど、自分の子のいてもやっぱり2年ばやってくれよくね、みんな、
聖火ファイターズは過去には県代表として全国大会に出場したこともあるそうです。全国大会で一勝したことかな。あのジャパンに入った子もおるし。なんと聖火ファイターズに在籍した児童の中には今日本リーグで活躍する選手がいるんです。こちらの写真の少年は現在トヨタ自動車に在籍し、去年 U23 ワールドカップで準優勝した西森歩選手。また女子リーグのトヨタレッドテリアーズに在籍し、今年のワールドカップで優勝した下山絵里選手もいます。今月四万十市を訪れた下山選手に話を聞きました。聖火ファイターズが今現在も続いているということで、私もすごく嬉しいですし、子どもたちはどんどん少なくなっているとは思うんですけど、全国でも勝ち上がれる、そういう強いソフトボールチームになっていってほしいなというふうに思うので。日本を代表する選手も輩出してきた都農町の聖火ファイターズ。支えているのは中山監督をはじめとする地元ボランティアの大人たちです。大型免許を持つ中山監督は運転手の仕事をしながら監督をこなしています。今は町内でスクールバスの運転や介護施設の送迎を担い、平日練習が始まる直前まで仕事をしています。この日もグラウンドでは2年生の保護者でコーチを務める森野さんが先に子どもたちの練習を見守り、監督が到着した後本格的な練習を始めます。平日は月曜を除く毎日、土日も練習をして子どもたちは腕を磨いています。聖火ファイターズにとって盛り上がるのは地元葉山での大会です。26回目の今年の大会は7月に開かれました。ピッチャーは6年生の片岡育穂さん、そしてキャッチャーは同じく6年の高野幸太さんと山本桃香さんが務め、今年は旧聖火賞の3人がチームを引っ張っています。先生、我々選手一同は日々の練習を生かし、指導してくださる監督やコーチ、支援してくださる家族への思いを忘れず、最後まで力いっぱい試合を行いたいと思います。聖火ファイターズは今、久保川賞と梼原賞のメンバーと合同でチームを編成していて、この日は総勢23人で挑みました。閉校してから初めての地元の大会で、旧聖火賞の子どもたちにはそれぞれ思いがありました。聖火小学校という名前がなくなったとしても、そのチームの名前が、残っているっていうことは、すごい嬉しいなと思ってます。聖火小学校がなくなっても、聖火ファイターズは強いということを、皆さんに知らせたいです。中山監督も期待を込めます。はい、はい、やっぱ上行かないかんのね。あれ早い、向こうも強いで、うん、いい試合すると思うけど。地元の大会とあって選手の家族や地元の人も観戦に訪れていました。孫がやるとき楽しみなのね。見に来たんだけど仕事放っちょいて私すごいもうスポーツが好きで、この年でも行くかいうけんだね、行く行くってね。大
会では中山監督が檄を飛ばす中、子どもたちは懸命に連携して得点を稼ぎ、一勝することができました。ゲーム。どうもお疲れ様でした。人口減少で子どもの数が減ったこともあり、県ソフトボール協会によりますと、県内の小学生ソフトボールチームは現在8チームしかありません。聖火ファイターズがこの先存続し続けられるかも未知数です。預かった以上さね、今のその子らがね、まあ、6年までやったらやらせてもらうからね、いいかなと思います。学校が閉校した場合、そこでスポーツチームが活動を続けるのは難しいことですが、津野町教育委員会が旧聖火小学校のグラウンド使用を許可したことや、地元の大人たちの支えで活動は続いています。やはり本当に聖火のソフトボールチームも本当に地域の一つの大事なチームとしてずっと伝統的に頑張ってきたので、それは応援をしていきたいというふうに思っています。今日も閉校した旧聖火小学校のグラウンドでは聖火ファイターズの練習が行われ、すがすがしい打球音が山里に響きます。まあ、高校生ぐらいまで続けたい。練習をして強くなってから、まあ、試合に勝てたらいいなと思いながらやってます。人口減少の中、学校の閉校はやむを得ないことですが、聖火地区では子どもたちの才能を育む場が今もしっかりと守られています。